はい、どうも皆さんこんにちは、アクタルブログです。今回なんですけど、なんと山海 TV さんに来ていただきました。いや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 、ちょっと私の恥ずかしい筋肉は見ないでくださいもうね、無理を言ってね、今日は上裸でお願いしますと皆さんのためにね言ったわけですよ。もう本当にちょっとこうした方が膨らんで見えますよねめっちゃ気にしてるからこっちもいいですか？こっちがいいですか？どうします？どっちもいいですか？全然どっちもいいです、立ち位置は。あ、どっちもよかったらこっちもいいですか？あ、本当ですか？なんかあるんですか？そういうのなんとなく。あ、あるんだ。え、撮れてますよ、これ。撮れてますよ。ということで、今回なんですけど、何をやっていくかっていうと、山海さんにアクトレが技をチャレンジしていく、そしてアクトレの技をチャレンジしてもらう、このね、チャレンジ企画でお送りしたいと思ったんですよ。お送りしますそれではね、まあ早速僕の方から一つずつやっていこうかな。それでは、すみません、行ってみよう。はい、それではまず一つ目、あのね、今日は腕立て伏せにチャレンジしてもらおうかなと思ったんですけど、僕がこの YouTube を始めてバズるきっかけにもなった腕立て伏せ、無重力ですね。無重力。一回ちょっとお見せしますね。はいはい、斜めの状態でここからこういう風になるんですけど、結構ね、見た目より難しいんですよ。ちょっとやっていきますか。これね、一番まだ難易度低いんで、結構ここに持っちゃっていいですか？まあ一旦ちょっとじゃあ概要欄やったらやったらやったらやってますか。あ、おお、まあ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 、それですね、やっぱり。まあ、クリアだと思います。ちょっと、そうですね、早くやっちゃって。逃げるように。そう、これね、今からチャレンジしていく、まあ、これがだから基本的なやつね。レベル0です。レベル0。足、左足前で、はい、右足前で、で、右手前。あ、右手前。左手。はい。で、一旦見ていただきたいんですけど。はい。レベル0じゃない、これは。え、レベル0ですか、それ。いや、まあ本当ですか。あ、これだったらできそう、確かに。左足まで、右手なんか三角を作ります。全然別の枠を。あ、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 高さでやっちゃってるんですよ、多分。あ、ここですね。こうですよね。よいしょ。おお、どうですか。いや、でもなんか真っ直ぐ回れてて本当ですか。結構すごいです。本当ですか。はい。あ、じゃあよかったです。じゃあ皆さんもね、僕と一緒にお家にスペースがあればちょっとチャレンジしてください。これレベル7ぐらいなんで。これ結構難しいんですよ。ここに置いていただいた状態から腕立てですね。あ、まあ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 。まあまあ。嬉しい。え？マジで？あ、できるんだ。あ、できるんだ。じゃあ次。できるかな？あ、っていう。ちょっと開いて。次はさっきの応用で、はい、さっきターンやったんですけど、空中でターンやります。手をここからこう、じゃあこれやって、あ、ちょっと、あー、なるほど。1、2、はい、そうですね。もうこれも顔をこうつけたんで、じゃあ次、このアクトレブログの腕立て伏せレベルを上げてやっていきます。アクトレさんすごいっす。こういう風に握ってもらって、ジェンガを2本ずつ。ジェンガはね、こういう風にね、握るんですよ。みんなやるんですか、これ。真似してやってくれる人います。もう一個ここに置いていただいて、腕立て伏せ
あ、できそうできそう。これクリアですね。綺麗でしたね。ちょっと行きます。おお、すごいすごい。この時点ですごいですか。すごい、だいぶすごい。そこ行けたら多分できる。え、これドッキリとかじゃないですか。ドッキリ本当できますよ。ドッキリやらせといて。行きますよ。おお、終了です。もう一回ぐらいやりますか。これですか。はい。マジですか。僕のチャンネル結構できるまでやるみたいなチャンネルなんです。ああ、なるほど。できる気配しなかった。できるまでじゃないですか。はい、ということで皆さん、今回なんですけど山海 TV さんに来ていただいてコラボさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、結構ね、多分大変だったと思うんですけど、まあやっぱね、お互いこう専門分野でできることとできないことが違って、まあ、できることはできる、できないことはできないで、こうね、すぐやるのも難しいかなって多分思ったんですけど。いや、でも楽しかった。本当ですか。山海さんの方のチャンネルでポニョ、僕普段ね、ダンス踊らないんですけどポニョ踊ってるので、ぜひね、皆さん山海さんの方のチャンネルに行っていただいてポニョ見ていただければいいかなって思います。かなり僕頑張りました。2人結構ここ気持ち悪いんですけど、あ、すいません。コラボ最中もずっと気持ち悪い気持ち悪い。そうそうそう、すいません。いやいや、全然大丈夫です。大丈夫です。僕海外に生活してる時にその踊ってみたとか Vlog もそうですけど、面白くずっと見てたんで、多分男性視聴者が見ても楽しめるコンテンツになると思うんで、ぜひ皆さん、行ってください。インタラスティングなものもあれば、そう、はい、ぜひお願いします。はい、はい、それでは、まあまあ、またね、日本帰ってきた時とか僕がアメリカに行く機会あったら、また殴らせてください。そう、またコラボできればと思います。それでは皆さん、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。